皆さんこんにちは。ミスターの愛称で親しまれ、選手監督として読売ジャイアンツを支えてきた長嶋茂雄さん、そしてその長嶋さんの息子であり、現在タレントやスポーツキャスターとして活動する長嶋一茂さん、監督と選手として巨人を支えてきた長嶋親子ですが、実は10年以上絶縁状態ということが判明しました。かつては仲睦まじい様子がたびたびテレビなどで取り上げられていましたが、一体なぜそのような関係になってしまったのでしょうか。今回はそんな2人の親子関係を遡りつつご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。1966年1月26日に長嶋家の長男として生まれた一茂さん、父である茂雄さんに憧れ、小学校から野球を始めると、長嶋茂雄の息子が野球を始めたなどと騒がれ、リトルリーグにテレビカメラが来たこともあったといいます。そんな一茂さんを茂雄さんはすごく可愛がっていたといいますが、長嶋家は放任主義だったようで、やりたくて自分で始めたことは最後まで諦めずにやれと、その代わり何をやってもいい、これやっちゃダメ、あれやっちゃダメという規制は全然なかったといいます。一茂さんは家の庭で友達とキャッチボールし、茂雄さんが趣味にしていた数千万円もする盆栽を割ってしまっても一回も怒られたことはなかったそうなので、驚きですよね。また一茂さんは茂雄さんが小学校3年生まで現役だったから怪我とか考えてと、小さい頃にはキャンプや自主トレ遠征などで家にいないことが多かった父との距離感を語り、他の親子の距離感を後で聞くともうちょっと近いのかなという気がする、反抗期で親父に何か反抗したかったと思うもんと明かしました。それでもただ俺ね、親父の名誉のために言うとキャッチボールはやってくれたと言いながらも、会話などは一切なく、親父と真剣にキャッチボールするのがプロへの近道だと思っていましたからとし、また素振りでもアドバイスなどはまずない、最低でも200スイング300スイングしてからやっと一言ボソッと今のだと言われたことを明かしました。さらにあるテレビ番組に出演した一茂さんは子育てについて問われると、教育の部分で子供を構う構わないの話なんだけど、うちの父親は4人兄弟の末っ子なんですよ、田舎で畑仕事してる家に生まれたんですけど、住む部屋がない、4人いるからどこで寝てたかっていうと、離れって言っても農耕機とか置いてある納屋みたいなところの上に、小さい時からずっと一人でいた、食事の時だけ一緒と茂雄さんの幼少期について明かすと、多分布団とかなくてまさしく藁とかそういうところで育ったから、やっぱりハングリー精神とかすごい、布団へのコンプレックスがすごい、小さい時にちゃんとした布団で寝てないからいくつになっても布団をとにかくたくさん買う、最高級の布団を毎年、でもやっぱり末っ子でほったらかしの強みってあるんじゃないかなと語りました。その後一茂さんは父と同じプロ野球の世界に飛び込みます。しかし練習嫌いで有名な一茂さんは、もともとのポテンシャルは茂雄さん譲りのものを持っていましたが、その才能を発揮することはできずにいました。そんな中ヤクルトから金銭トレードで茂雄さんが監督を務める巨人へ移籍すると、茂雄さんは一茂は実力を出し切れていない、巨人は右打者が足りないのでと獲得の経緯を語りました。移籍初年度となる1993年には当時チームの4番を務めていた原辰徳氏の守備交代で4番サード長嶋がコールされると球場は大いに沸くなど、いよいよ本領発揮かと思われましたが、徐々に出場機会が減少していき、1996年のオフには父である茂雄さんから「一茂、残念だけどお前は来年の戦力構想に入ってない」と戦力外通告を受け、一茂さんも「これ以上迷惑をかけたくない」と語り現役を引退しました。後に長嶋茂雄の息子ということについて一茂さんは「僕はそのことを別に否定するつもりもないし、世の中はそういうもんでしょと思う、
野球をやっている時なんか9年間しかプロ生活してませんけど、ほぼ毎日低たらくなことしていて、全然ファンの期待に応えられてない。そうすると、あれ、なんで長嶋茂雄の息子なのに期待に応えられないのって言われるわけです。父親の影響は血がつながってるから、ゼロにしろって言われてもできないわけですし、と世の中の視線は痛いほど刺さっていたと言います。引退後は長嶋企画という会社を立ち上げ、タレント活動やスポーツキャスターなどの活動を行っていました。そんな中、自身の母である明子さんが代表を務めていたオフィス N とトラブルが発生しました。この会社は茂雄さんの個人事務所であり、肖像権などの権利を管理するビジネスも行っていました。そして2009年に明子さんが亡くなったことにより、次女である美奈さんが代表を引き継ぐ形となるのです。しかし一茂さんが代表を務める長嶋企画が2008年に商標登録期限を迎えた長嶋茂雄の権利を取得したのです。本来商標権者はオフィス N なので、登録申請しても却下されるはずですが、一茂さんが少年野球のことで協力してほしいからサインをしてほしいと茂雄を騙して肖像権利のサインをさせたようで、この件で茂雄さん、美奈さんと一茂さんは対立することになりました。一茂さんは知人などに頼み助けを求め、一時は和解に向かっていたといいますが、肖像権を全部返すとは言っていないという一茂さんの一言で両者は再び対立。双方で弁護士を立てた結果、最終的にはオフィス N に権利が戻ったようです。さらに商標権トラブルと同じ年の2009年に、一茂さんが茂雄さんのゆかりの品物や母親の愛用品を無断で売却していたということも報道されました。売却先は福井県在住の有名コレクターで、自宅兼博物館で公開されているようです。その総額は1億円以上にも上ると言われており、商標権トラブルと合わせてこの件でさらに溝が深まっていったようです。2020年にはバラエティ番組の企画で一茂さんが長嶋家の秘密を語るという目玉企画を提案し、ハワイのロケで明子さんのお墓や長嶋家ゆかりの場所などを収録するも、番組スタッフが過去の映像の使用許可をオフィス N に求めたところ、美奈さんはこれを拒否し、ハワイロケの放送も却下され、現地でのロケ映像も没になったようです。その後の親子関係についてはあまり報道されることはありませんでしたが、あるエッセイで一茂さんは、父とはもう10年以上会ってない、お父様はお元気ですかと聞かれることも多いが、ずっと父は変わらず元気ですという返事を繰り返してきた。会ってないというと話が長くなりそうで面倒くさくなりそうで嘘をついてきたと衝撃の事実を語り、続けて生きているうちに父と会うことはもう二度とないだろうと語りました。皆さんいかがでしたか。今回は長嶋茂雄さんと長嶋一茂さんの関係についてご紹介いたしました。もちろん家族のあり方は様々ですが、世間一般の人々が長年抱いてきた長嶋ファミリーイコール理想の家族というイメージがあったでしょう。そんな仲の良かった家族が10年以上絶縁状態になるというのは寂しいものです。しかし一茂さんの行った行為は決して許されるものではありません。あの一件から10年以上経った今も長嶋家の関係は確執が残ったままのようですが、今後和解することがあるのか、長嶋家の動向に注目したいところです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。